Happy Halloween, everybody! ってことで、久々、ゆかりひら。こんにちは。なんだっけ、水曜、レイナとゆかの水曜の昼下がりです。久々すぎてさ、忘れちゃった、どういう風に流れ出したか、ごめんね。すいません。あのね、今日はね、ここ最近ね、こういうメッセージをもらうから、そのことについて話そうと思う。それじゃ分かんねえよな、ごめん。ね、英語を29歳からこれから勉強しようかなって、で 年的に遅くないかなっていう話とか、あと30歳で海外生活をしようと思ってるんだけどどう思うとかっていうね、この野郎、どう思うとかっていうね、その年齢を気にしちゃって、先のことを心配しちゃってるっていう人たちがいるから、そのことについて話したいと思います、はい、年齢ね、女にとってはね、大事なことだよね。こんななっちゃうからね、あんまり早く生まれるね。私そうで言ってんの、うん、違うよ、これのこと。そうそうそう、だからね、今全然なんかきちんと最終の目的地に行くのかと思ったらゆくが言ってくれなかった今。あのね、ぶっちゃけた話、もしも子供をね、3人4人欲しいとか、そういう家族的なものの希望がある場合はやっぱ30以降でこっちに来たりとかすると、やっぱその分長くいればいるだけそのチャンスが減っちゃうと私は思うの、だけどそういうのがなくって、別に自分の生活を楽しんでいこうっていうのがメインであるんだったら、私は基本的に、ね、何歳ででも留学はしていいと思うの、そんでそれに対して周りの人がとかなったとしても、自分がきちんとした意思を持っての留学であるんだったら、堂々と私やっちゃってもいいと思うんだけどね、ちょっとだってターバンずれてきちゃったから、直すから話すねっつって。いいと思うんですよ、直すね、いいよ。私は28歳でこっちワーホリできましたからね、でそれからまあ今に至るので遅いことはないと思います、はい、だから気にしなくてもいいと思うよ、で逆にさ、どうしようどうしようって、だから例えば28とか29でどうしようどうしようって3年間考えて、あ、もう30超えちゃったからいけないとか、あ、30超えちゃったからあってなるぐらいなんだったら、もうちゃちゃと行っちゃった方がいいと思う、私はね、そう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 、ちゃちゃとおいでっつって、こうやって、そう、もういらっしゃいっつって。そんなことやってきてさ、ドツボにハマったりゆかのせいだからね、その人たちが。そう、じゃあフェイドアウトっつってね。だから自信持ってきちんと目的を持った留学であるんであれば、年は何歳でも構わないと思う、でもその代わり目的がない状態での留学はやっぱ若いわけじゃないから、帰った時に身の振り方がなくなっちゃうじゃんね、2年間いましたでも何もしてませんとかだったら困っちゃうから、やっぱ年が上がるに上がれば上がるだけきちんとした目的は持ってきておいた方がいいと思う。そう、目的ないとね、わけわかんなくなっちゃうからね、こうなるからね。私は若い時に目的がない状態で来たけど、とりあえずこう何、生きていきながら、ドツボにハマってたから。ドツボにハマってた。そう、そう、そんな感じ、だから留学に関してはそんな感じかな、でも、ということで29歳とかから英語始めるんだけどどう思うって話ね、私さ、フォーエバー22だけどさ、うるせえ、いまだにいまだにスペイン語を勉強しようとしておる、そして今ね、フランス人の子と仲良くなったからフランス語もちょっと習おうかなと思ってるのね。やばいよ、でもね、そんだからそういう感じだから年は関係ないと思う、どう思う、年は関係ないと思う。でさ、中にいるんだよね、年が上がると頭の能力が衰えるから勉強できないとか、嘘、何何で、でもちょっとスピード落ちるよね、子供に比べるとってことよ、思わない本当、私は逆に、コツを得てとか頭を使いながら勉強するから、私は年はいい方に出ると思う、はい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 、だからなるほどね、てかそんなこと心配しないでやればいいと思う、あ、そっか、じゃあやろ、でも思わない、だってさ、29じゃなくてもよ、年取ったからもう語学勉強できないのかなと思ってる暇があるならさ、できないことはないね、絶対できるもん、できる、だって、ジョーンのね、おじちゃんが、もう60かな、ぐらいからドイツ語学び始めてベロベロだもん、あ、ほんと、すごいね、それもだから10年とかかかんなかったんだよ、だから、できるの、メガネぶっ壊ったけど。そう、だから頑張っていこう、年なんか関係ないな、年はただに数だから、分かった、1、2、3、4、5ね、そう、みんな Forever 22だから。この人もね。うるさい。ということで、ゆか
じゃあ今日あんま喋んなかった、ね、そうだね、なんかないアイディアそれに関して今日、うんうん、遅いことはないと思います。私の髪だってこっちで遅いことはない来てちょっともう締めが分かんないということで、みんな年齢は気にしないで、やりたいことはどんどんやる、好きなことは頑張ってやる、うん、楽しみながらやってれば絶対にうまくいくから大丈夫だよ、はい、ということでレイナとゆうかの、水曜の昼下がりーズでした。今日はでも中なんだ。じゃあねー、バイバーイ。